じゃこんにちは。はい。はい、豊さん。はい。強化試合終わりまして。まあそうだな。いよいよ、ね、うん、終わってね。本戦始まっていきますけれども。まあいよいよ明日から。はい。ね、中国戦を皮切りに、うん、ね、もう休みなく4試合戦っていくけども。どうですかね、こう強化試合で少しずつ調子が上がってきて、チームとしては良くなってきてるっていうところでしょうか。まあチームにもなってきてるよね。うん、非常に明るさを持った、まあ例年にないというか、まあ前回まではなんかプレッシャーで押し潰されそうになるというかね、うん、まあ、そんな感じがしたんだけども、はい、なんかすごく明るくてね、あの爽やかなチームがなんか出来上がったかなという感じがして、はい、まあ、やっとね、みんなのためにとかさ、なんか力が抜けたっていうような状態、うんうんうん、はい、もう自分たちを信じて戦えば結果がいいと思うよね、出てくるかなというところで、はい、はい、ということで今日は侍ジャパン優勝計画、はい、世界一奪還への道しるべ、はい、まあ、奪還しなきゃいけないからね。そうなんですよね、やっぱこう、はい、ここ最近優勝してないからね、うん、はい、ということで豊かの前日ミーティングということで、はい、まあ、余計なお世話ですけどもミーティングさせていただきますよいやいや、こうなったら優勝していくんじゃないかなっていうようなね、うん、やっぱまあチームは出来上がったとしても、うん、完璧なわけでもないしね、うん、でその中でいろんなことが起きるだろうから、うん、まあその時に対してどうすればいいのか、はい、そういうことをちょっとミーティングを、していきたいと思いますが、はい、まずねということで、はい、まあ、先にね、うん、ちょっと復習ね、はい、強化試合を終えてということで、まあ昨日動画を見られた方はこれを見てると思うんだけども、うん、前回のね最後にね、うん、まとめということで、まあそうだね、強化試合を終えてのまとめをしましたが、はい、まあ、あの最初は打てず守れずで、うん、まあ、試行錯誤、うん、まあ、これはあのメジャーが入ってきてないし、うん、外野手が足りなかったということでサポートメンバーで補ってたんだよね、はい、だからなかなかこうチームとしての完成度っていうのはもう見えないし、うん、やっぱこう守備ということもまあ不慣れなゲーム感もあって、はい、あの破綻をしてたよね、うん、だからそこからの失点もあったし、でもメジャー組が参加、まあ、メンバーにこう入ってくるようになってからは、まあ、役割が明確になる。だこの人は打つ人、ホームラン打つ人とか、うん、この人はもうここを守る人とか、これはつなぐ人ですとか、そうそう、うん、俺はつなぐ、うん、いや何かあったら俺は代走で出るとかね、うん、言えばね、俺は守備固めとか、まあ、そういう役割が明確になってきて、まあ、チーム一丸になるという、はい、で昨日なんかやっぱこう守備位置に着いた時なんかはすごいリラックスしたような表情が見えたし、うん、あ、なんかすごくいいチームになってきたなっていう、はい、まあ、それで昨日は優勝が見えたと。でより優勝するために、まあ、何が必要かということで、ね、どのようにすればその見えている優勝にまっすぐ行くことができるのかということで、はい、豊さんが分析し分析ってそんな大げさなんで言うとえ、そんな分析かって言われるか、あ、豊さんなりの分析で、まあまあね、いろいろね、はい、スコアつけながら見ていたので、そうだね、はい、ちょっといろいろと見ていきましょうか、はいはい、でまず投手からね、はい、これもね今回ちょっと投手編とその他のところでピックアップでね分けてみましたが、はい、で先発投手はもう最高です。過去、はい、どの大会を見ても多分過去最高だと思う、うん、だって世界一のピッチャーダルビッシュがいたり、それに続く大谷がいたり、はい、まあ、日本球界1位の山本、うん、それを追っての佐々木朗希とか、うん、まあ、最高です。だからそういう意味ではもう先発投手は全く心配がない、はい、で心配もしてない、うん、ただ65球というねファーストステージ球の制限があるので、はい、心配は代理先発の入り方、まあ、高橋宏斗がやっぱこうパッとイニングの頭で入ってきたけど、やっぱこう入り方がちょっと硬いんだよね、うん、で各チームの大体先発のエース級が第二先発でもいるわけだから、やっぱリリーフの経験が少ない。だからそういう意味ではランナーを置いて第二先発にバトンタッチっていうことが強化試合の中でなかったんだよね。なるほど、うん、だからこれは準決決勝に行くまでに必ずそういうシチュエーションが出てくると思うんだよ、うん、どんなところでも。でそうなってくるとそういう練習を兼ねたファーストステージに第一ステージにしてほしいなっていう、あえて実践というか、うん、でそこでミスっても負けやしない絶対に、うん、この日本は、はい、だからそういうところも含めて少し慣らしといてほしいなっていうことがあるんだよね、うん、だからイニング途中での交代、
これすごくポイントになりそうですよね、うん、そのでね、一回やったんだよ、栗林が、はい、で、松井がねありましたね、 あったでしょ、うん、で、急遽だったと思うから、うんうん、準備もそんなには完璧にはできてなかったし、はい、心の準備っていうのもリリーフ投手陣は大切だっていうよね、うん、で、そこら辺で、まあいきなり打たれて、まあ、2失点して、うんまあ、その後はこう抑えて、うん、イニングまたぎで抑えたけど、ただそういうこう慣れっていうのがあるからさ、うん、どんな優秀なピッチャーでもやっぱ経験してるかしてないかっていうのはすごく大きな差になって現れると思うんだよね、うん、だからここら辺をなんかファーストステージでやっといてほしいなっていうね、うんことは思います。ということで、はい、抑えはこのチームだと決めない方がいいのかなっていうな感じがする、一般的な話で言うとそれは決めた方がいいっていう、ね、ないですよね、 そうですよね、いやだけどなんかね柔軟性があるこのチームは、で柔軟性を持った選手たちが多い、だからそのシチュエーションで変えていくといいと思う。でね、毎試合抑えで、うん、いるとすごく重圧がかかってくると思うんだよね、でアメリカに飛んで時差あってみたいな、で今日も抑えで待機っていう風になってくると非常なプレッシャーを一人で背負うようなことになると思うんだよ。じゃなくて行けって言ったところで行ける投手陣がいるよ、あの体勢の勢いを見てもさ、うん、まあ栗林とかもそうだし、だからそこら辺は試合前に今日は抑えねって、今日はセットアッパーねって、だから最初から決めるんじゃなくて決めてない方が俺はいいと思うんだよ。そうするともう決めてないっていうことで選手たちも、うん、もう心構えをしておいてっていうことですよ ね、まあ、だね、だからそのプレッシャーが半分になるかなというような、うん、まあ単純計算でいけばそうなんだけど、うん、でも順応性が高い選手がいるから、まあ、決めないと投げれませんっていうようなそんなタイプはいないんだよ。なんか心意気を持った選手が集まってるから、うん、ここに行ってくれって言ったら分かりましたって行ってきますっていうようなすごくハードのあるメンバーが揃ってると思うんだよね、はい、でまあそれだけに俺はなんか決めない方がうまくいくのかなっていう、で決めちゃうと変えられないんだよね、もしもの時に、うん、いやー抑えにする、あーこう変えちゃいかんなとか、まあそういう迷いが出てくるし、だから決めない方がいい、変えられるようにね、はい、ということで、まあそういう時、まあ藤川球児が調子が悪くて、うん、なんか困った時があったんだよね大会の中で、はい、で困った時の山本、これは決めとく、うん、でおそらくオーストラリア戦に投げるとは思うんだけども、はい、決勝だとか準決決勝でまた山本が行くんじゃないかと言われてるけども、はい、山本は何かの球児を救ってくれるピッチャーで常に待機をさせておいてほしいなと思うんだよね。うん、まあ、ファーストステージの時はいらないよ、はい、うん、先発をするっていう日があらかじめ決まっていて、それ以外の日は、うん、っていうことですか。だから、うん、まあ、先発が決まってる、うん、決まってるんだったら、うん、もうそれに調整させた方がいいよ。だけど何かで困った時に、まあ、30人登録で、うん、まあ、ピッチャーも登録ある、でピッチャーが全員状態がいいとは限らないんだよね大会中、うん、やっぱ調子が落ちたりだとか、だから体調を崩したりだとかそういう時がある、でその時になんかこう大ピンチの時にやっぱり山本行ってくれってなんかそう決めといた方が、うん、いいような気がするよね、うん、でメジャーのその誰だとかは大谷だとか、うん、こういうピッチャーはやっぱ使えないよね契約上というかさ、うん、まあそういう使い方は多分できないと思うんだよね、うん、だからといって山本かって言うと、やっぱ山本はやっぱこう日本の宝だしエースだし、はい、で一番なんかこう耐えれるというね、そのピッチャーを常にスタンバイをさせるというね、よっぽどじゃないと使わないけども、うん、やっぱここっていうポイントではやっぱ使ってほしいなって、うん、これは決めとくというね、うん、話しておいた方がいいのかなっていうような、うん、そんな気がします。まあピッチャーの方はね、まあそういうことで、まあでもピッチャーはどの部分を取ってもなんか今まで歴代最高ですよ、うん、だからまあそんな俺が言った心配は全くいらないのかもわからないけども、まあ、準備を怠らないようにしといてほしいなと。で豊かのピックアップ、はい、ね、強化試合最後の打順、はい、ね、どういったものだったかというと、はい、これですね、こういう布陣を組んだんだよね、うん、1番からその前の試合は5番まで左が並んでたんだけども、はい、村上が4番に入って吉田が5番に入ってね、うん、岡本が6番だったんだけども、はい、まあ、岡本をこう1人入れることによって、はい、まあ、並びが4人になったと。でこの打順を見てやっぱランナーが溜まりそうだなって思うところってわかるでしょ、やっぱ岡本なんだよね。ああ、はい、やっぱ近藤の出塁率がいい、大谷は歩かされるかもわからない、うん、吉田なんか半分ぐらいは打っちゃうよみたいな、うん、
そしたら溜まってくるのはここなんだよね、ポイントがね。だから岡本が状態がいいので、まあ、ポイント握るのは岡本かなと思う。だけど岡本のまあ精神力だとか、まあ、そういうことを考えるとやってくれるかなっていうふうに思うよね。うん、だから上位打線はもうこのままでいいと思うよ、ここまでは。ただ7番以降、牧が状態がね、最初良かったんだけど、ここに来てちょっと落ちてんだよね。うん、でまあ源田はもう守りという意味ではもう絶対外せない。で変えていく、おそらくこのセカンドをどうするか、とても重要なポジションですよ ね。やっぱ下位打線から上位に回った時っていうのは、うん、やっぱ点になってんだよね。はい、まあ、源田が2本打ってヌートバーがつないでみたいな、うん、返してみたいな、で近藤がつないで大谷がスリーランとか、うん、まあ下位からつなぐと本当に上位打線っていうのは頼りになるんで、はい、まあこの打順でいくんじゃないかと思うけども、牧をどうするのか、やっぱセカンドだよね、ちょっと頭が痛いのはね。はい、っていうようなことで、はい、これ打順に関しては全体的には強化試合最後の打順かなというところで、下位打線に関してはこの2番のところになるんですかね。そうだね、下位打線がどうするのか、うん、まあ、信じて使うのか、うん、相手に合わせるのか、これは難しい判断ですかね。これは難しいでしょ、難しいでしょ、うん、だからこれはね、やっぱもうね、監督しかわからないことなんだよ、うんうん、だから山田を国際試合に強い本ちゃんになったら変わると思って使うのか、うん、いやもうこの状態では使えないという判断をして、守備だけでも破綻するなっていうことで、まあ中野のあのセカンドの守備も、うん、まあ不慣れだっちゃ不慣れなんだけど、うん、まあ源田とコンビを組ませるのか、うん、とか、うん、牧は絶対復調するというふうに信じるのか、うん、だからここら辺がちょっと頭が痛いね。そこはもう近くで見てる監督さんの判断によるというところなんでしょうか。はい、で3番目、守備固めは早くするのか、うん、それとも遅くするのか。これをね、早くするとやっぱ点を守ろうとする意識が働くんだよね。はい、でまだ変えないのってのは不安だし、うん、だからおそらく守備固めは早くした方がいいなと思うね。うん、ましてやあのファーストステージ準々決勝は、うん、まあこのドームで行われるけど、うん、本土に渡ったらやっぱ天然芝で天井のないところでやるんで、うん、非常に守備としたら高度な技術がいるというか、難しいと思うから、はい、だから早めにしといた方がいいなと思うね。うん、だからファーストステージの時とかはそうでもないけども、アメリカ行った時ね、だからこれは守備固めは早くした方がいいという。で村上、山田、牧が鍵、うん、はい、というのはこれはね、はい、まあ、5番にもつながるんだけど、はい、まあ、村上は先発で使うと思う、うん、間違いなく、うん、で6番で最初はね、うん、山田、牧、うん、これはセカンドを予定してるんだけども、はい、この2人がやっぱ状態をこぞっと落としてるということを考えると、うん、やっぱ中野かなという、まあ、そこの線もあるんだよ。そうなってくるとやっぱ聞いてるだけで悩むでしょ。どうすればいいんでしょう。その単純にそこの打撃の調子とかで決めるっていうわけにもいかない部分もありますよね、うん、俺は信じて使った方がいいと思うんだよ、うん、固定で。やっぱ選手の気持ちだよね。はい、やっぱその責任があるから、その責任を全うしてくれということなんだよ。うん、それによって選手っていうのは状態を上げてくると思うんだよね。これがいやダメだったら次控えいるからみたいな安易な考えでやると、やっぱ状態っていうのはいつまでたっても上がらないと思うんだよ。なるほど。だから俺は原監督が固定で使ったんだよね、うん、で怪我人でちょっと体調壊して変わった中島をの代わりに選手を入れた。その選手が調子良かったんだけども、中島が帰ってきたら中島を使ったんだよ、うん、やっぱね信じてやるっていうことが俺は大事だと思うんだよね、うん。はい、で最後、はい、迷いは禁物、はい、これは指揮官にだけど、うん、栗山監督にだけど、やっぱね、あれだけ優秀な人間がいると、うん、まあ調子もあるだろうけども、うん、やっぱ迷ってくるんだよね、使うのに。でサインも迷ってくるんだよ。だからこの迷いだけは捨ててくれっていうね、これが一番難しかったりするんでしょうか。いやこれはねやっぱだから監督って大切だって言われるけどさ、うん、やっぱね優秀な人間が集まれば 集まるほど、これ9人しか集まってない、あとはねパーツみたいだって言えば、ま、迷うことはないんだよ。これ当てはめるだけでいいんだけど、うん、優秀な人間が集まってれば集まってるほどやっぱ迷うと思うよ。それはそうですよね、うん、だけどやっぱ迷わないでほしいなって、うん、迷ったらそっから隙が生まれる、ズレが生まれる。なるほど、うん、だから自分を信じてね、はい、戦ってほしいなっていうふうに思います。はい、で投手陣は、うん、ダルがいる
困ったらダルにね、相談しろ、うん、で、ダルの話を聞け。そしたらね、悩みは消える、まあね、絶対に。どんな小さなことでもね、引っかかることがあると話してみればいいですね。いや、本当に本当にね、うん、ダルのところに行け。そしたら悩みというか、勇気をもらえる。そんなこと言われてもって、ダルは思うかもしれないけど、いや、でも本当、うん、本当にそう思うしね、うん、で、野手の方は、まあ、大谷であったり、うん、吉田正尚、うん、でもいいから、もう話をしに行くと、やっぱこう、勇気をつけてくれるかな、うんうん、ね、また ね、違った考え方であったりね、うん、人の話を聞くとね、気持ちが楽になることもありますよね、こういうふうなことを考えていけば、優勝は絶対する。まあ、考えなくても俺は優勝すると思ってるんだけど、はい、まあまあ豊かなミーティングでした。はい、ね、はい、頑張ってくださいよ。明日から期待してます。はい。